ばいわ。決めろ。魔物も大したことないじゃんか。オイラの背がもうちょいでかけりゃ軽くやっつけてやったのにさ。ああはいはい、そりゃ残念だったな。さっきの魔物、ああいうのは以前から出るのか？他の魔物はいないのか？ううん、この頃急に現れるようになったんだ。最初に現れたのはオルタンシア祭があった時だよ。オルタンシア祭の頃だって、デタル村へ魔物退治に行った時期じゃないか。この時僕たちはアルクシュタインの調査のために極秘に派遣された。やっぱりあいつらが現れるのはデタル村だけじゃなかったってことかよ。まあ何ごちゃごちゃ話してるんだよ。姉ちゃんたち置いてっちまうぞ。あ、悪い悪い、今行くよ。これ以上の詮索は後回しにしようぜ。とにかく坊主に案内してもらおうじゃねえか。ほら、ここ村に着いたよ。薬草で有名な村さ、知ってるだろ。ああ。なんだよそんな驚いた顔して。少しばかり人通りは少ないが、どこにでもあるような普通の村だ。廃村の噂を流されるような村にはとても見えない。何ぼーっとしてんだよ兄ちゃんたち。そんなとこいたら目立っちゃうだろ。あいつらに見つかっちまう。あいつら？お、こら、おもり！じいちゃん！一体どこ行っとったんじゃ？野良仕事を掘り出して。じいさんが坊主の保護者か。とりあえず話を聞かせてくんねえか。あんた方まさか教会の教会だって？待ってくださいご老人、我々は教会の関係者ではありません。頭上げてくれよじいさん、別にどうこうしようってわけじゃねえから。そうでしたか。騒ぎ立ててしまいすみませんでした。いえ、見知らぬ者がいたら驚くことでしょう。それに偶然とはいえ孫の命を助けていただいた。礼など不要です。それよりも聞きたいことがあります。聞きたいこと？この村の状況のことさ。今世間じゃここ村は廃村になったって噂されてんだ。だが気になって確かめに来てみれば、全然そんなことはねえみたいだしよ。それはともかく
ここではなんですので、少し村の外れでお話ししましょう。あの建物は？あれはノール病院。今までは各地から患者が訪れる病院として、今は各地から訪れた患者はおらず、教会の方々が滞在しておるんですじゃ。教会の者たちが滞在？少し前のことですじゃ。突然教会の騎士様方が押しかけてきて、この村を教会の管理下に置くと宣言なされたのじゃ。そこから行商人の行き来が断たれ、村の収入源である薬草の取引ができなくなって。それで薬草の流通量が減ったのか。さらに村に通じる参道で教会騎士様が村に来る者に、ここ村は廃村になったと告げて追い返しているそうじゃ。それが噂の原因だったのか。しかし一体何のためにそんなことを。なあじいさん、なんか心当たりはないか。あいつらがそんなことをする理由とかさ。それは。じいちゃんが言わないならおいらが言うよ。あいつらあそこで悪いことやってんだ。悪いこと？おお坊主、悪いことってなんだ。わからないよ。でも村のみんなが言ってたんだ。あそこから泣いて叫ぶような声が聞こえるって。おっこれ、それ以上言うでない。でも母ちゃんも帰ってこないし、絶対おかしいよ。ご老人、話していただけませんか。教会があそこで何をしているかを。マリウス、あまり問い詰めるな。それに教会が相手ならば俺は。本当に詳しいことはわかりません。ただあの病院で医者の手伝いをしておったわしの娘カミーユは、教会の方々が病院を乗っ取って以降、わしらの元へは帰ってきておりませんなんだ。おそらくは何かに巻き込まれて。あ、ひどいマラ。くそ、なんだってんだ。教会の奴らは何をしてやがる。知りたいか、教会の商業を。誰だ。あの男、いつの間に。その服装、教会の。なるほど。この方は。このままで構わん。実力を確かめる必要があるだろう。何ごちゃごちゃ言ってやがれ。教会の犬はムカつくんだよ。
で決めます。チリとなれ。覚悟しなさい。私に任せろ。心を一つに。なかなかやるようだな。私の想像以上だ。すごく強いマル。お前手を抜いてるだろ。教会の人間にしちゃ悪くない腕だ。マリウス程度じゃきつい相手だ。そんなことは。それよりもあんたぐらいの実力ならこっちも無事じゃ済まねえと思うんだが、何が目的だ。デフロット、そんなこと言ってないで拘束するぞ。仲間を呼ばれでもしたら大変なことになる。誰を呼ぶつもりなどない。まずは私の話を聞いてもらおう。教会の人間の話など聞く耳持たないぞ。待てマリウス、少しだけでも話を聞こう。しかし。とにかく名乗らせてもらおう。私はアーデル、元司祭だ。元司祭。アーデル様は、この村の司祭をなさっておったのですじゃ。この村って、ここ村のか。そうだよ。でも、あそこにいる奴らが。今は神に仕える資格を失い、教会とも決別している。ということだ。それで、
俺たちに何の用だ。何の話を聞かせてもらえるというんだ。貴様らはあの病院の中で何が行われているのか知りたいのだ。もし貴様らが望むのならば、その目で真実を確かめる。あ、本当か。悪くねえ話だな。で、具体的にはどうしてくれるんだ。あの病院の地下には水路がある。その水路へと続く入り口へ案内。その地下水路から病院の中へ入り込む。罠じゃないだろうな。案ずるな。そのような小細工がしない。入り口まで森の奥に地下への入り口があるなんて。私を信じるか否かは貴様らの自由だ。分かったよ。けど妙な素振りを見せたらすぐにでも叩き切ってやるからな。好きにしろ。よし、俺はこいつについていくぜ。デフロット、正直司祭だった奴のことを信じるか迷ったが、目の前に困ってる人がいるのは確かだ。マリウスまで。相手はオルタンシア正教会だ。歯向かえばどうなるか。お、どうしたんだ。お前らしくない弱気な発言だな。目の前で困ってる人を見捨てるなんて、お前にはそんなことできないだろう。それは、僕は教会の非道を許せない。お前が止めても僕は行く。マリウス、君は、待ってくれ。置いていくぞ。坊主、行ってくるぜ。必ず母ちゃんを連れて戻ってくるからな。うん、おいら待ってる。
これで決めます。